マリアマゴンザレス、ロレス社会ジャーニーです。本日は皆さんと一緒に、ちょっとしたまあなんていうんですかね、薬物のお勉強をしていきたいと思うんですよ、はい、これ裏社会タイムスじゃなくて普通の方で行くの、どっちだろう、どっちだろうね、ニュースっていうのもニュースがさ、そもそも発端でさ、まあ、ツイッターのね、そうそうそう、はいはい、あの回ってきたじゃないですか、はい、回ってきた、あのフィラデルフィア の、うん、あのまあちょっと薬物を、はい、まあ、過剰摂取してるような人たちが集まってるエリアを、はい、ちょっとこう車か何かに流しながら撮ってる映像がすごいっていうことで、うん、いやびっくりした、あれは草川としても衝撃でした。いやまあ今までね、うん、いろいろなものでちょいちょい見てたんだけど、うん、あんだけ結構なんかきちんと、うん、しかも高画質で撮ってるものってなかなかなかったんで、そうなんですよ、はい、というのも僕も似たような場所は撮ってるんですけど、うん、あんな高画質でもないし揺れ揺れなんですよ、うん、なかなかね、ああいう場所をこうずっと流しながら撮るって結構大変なんでね、はい、で実は僕はバンクーバーかカナダのね、うん、薬物特区と呼ばれる場所があって、そこを取材に行ったことがあるんですが、その時候補に残っていたもう一つの場所がフィラデルフィアだったんです。ああ、そうなんだ、はい、まさに。で、どっちかに行こうかなと思ったんですけど、はいはいはい、どうせだったらアメリカまで行ったならカナダ別の国の方がいいんじゃないかなと思って行ったという事情もあったし、うん、まあ、コンタクトを取れてたっていうのもあるんですね、うん、そっちで結局その現地とのコンタクトは、まあ、向こうのね意地悪によってひっくり返るんですけど、取材なんかさせねえよと現地に言われてね、ひっくり返ったことがあって、そうか、はい、大変だったんです、はいはい、でもそれ行ったわけです、はい、で行ってみて思ったのが、ヘロイン自体をやってる人ってね、何度も見てるん で、うん、でそれこそ、ロスで言うとね、なんだっけ、ロス、スキットローですね、あ、スキットローとかに多いんで、はいはい、ヘロイン中毒の人たちがどうなるかっていうこと自体は目の当たりにはしてるんです、うん、ただヘロでいきましょうか、はいそうでしたね、はい、もう一回いきましょうか、大丈夫ですか、うん、それぐらいはちょっとね、すいません、ヘロってるわけですよ、ヘロってるね人たちがわかるぐらいは見たことがあったわけですはい、で、ただその薬物特区になってくると、うん、その町中どこでやってもいいってわけじゃなくて、その施設があって、その中で、施設の中だといいよと、なんかテントみたいなねところで、あ、それは僕が見つけた場所で、はい、テントは、はい、また別なんですよ、ちゃんとした、それも別なんだ、施設がありまして運営しているところがあって、はい、でそこにちょっと断られたっていうのがあって、ね、ああそうかそうか、うん、はい、何個もあるんだけど、うん、でそれは僕が行ったのは公園にいる人たちが自分たちで作った場所、うん、でそのうちはない場所がいっぱい、政府の認可を受けた場所があるんですよね。で、そこに入ってる分にはいいんですけど、そこから溢れたりとか、そこにも行かずに、まあ、ヘロ行く人たちもいて、でそういう人たちが、ま、道に溢れてるんですよ。うんうん、で、それが多分、その、フィラデルフィアの、なんかデストピアだみたいに書かれてたりもしましたけど、うん、あんな感じで映ってるんだと思う。ゾンビみたいだと思う。はい、縦横がね、こう、ずれちゃうんで、うん、このまま見ちゃいますけど、まあ、なんとなく首を、ここ見ていくと、これは3年ぐらい前ですか？そうですね。こういう感じで、こう、道の北の、これほとかも完全そうですね。はい、ダーンってなって、うん、で、これ今、吸ってたでしょ。はい。吸ってた？吸ってた、吸ってた。え、ちょっと、ゆっくり止めるとこ止めてもいいんじゃないですか？まあ、全体の雰囲気をまず見て、うんうん、とりあえずね。こんな感じで。一通り見て、うん、で、まあこういうふうに道の特色として、はい、なんていうかな、やっぱゴミが落ちてたり、人が座り込んでたりする人が多いんですけど、この辺からちょっと見てもらって、こういうね、うん、路地の奥の方、うん、こう奥の方にまた人がいたりするんですよ。うんうん、だからこういう角角にやっぱりね、人が溜まってくるような感じですね。はい、奥の方見えるでしょ、人がこういっぱいいて、いろいろ、これみんなその、まあある意味ジャンキーなんですね、ジャンキーの人たちですね、はい、だからこういう路地に入るのは非常にリスクが高いです。あ、確かに。で、だから僕は表通りから、うんうん、こう歩きながらずっと撮って、これどうやって撮ってるの？スマホ持ったまま歩いてるんだ、うんうんうん、ね、スマホ持って歩くのがね、今一番怪しまれないんですよ、まあ、カメラじゃないって認識ですもんね。そうそうそう、うん、で普通にこうやって歩いてる分には全然撮れる。同じ道をね、ずっと歩いてるだけなんだよね、これもね。これなんでみんな路上に座ってんですか？行くとこないからだと思うね、本当に。ホームレスだから。なるほど。
で、あの車椅子の人が多いでしょ、はい、多い。あとは足悪くしたという人とか、そういう人がまあ多い印象かな、うん、あと座り込んでる人とか、でも路上で飲食したりとか、まあそういう感じですね。なるほど。まあ大体どれも似たような感じなんだけど、はい、特にこれ今の1本目の、うん、注目ポイントは、うんうんうん、1本目というかこの動画の注目ポイントとしては、ここですね。あのこれここむしろ草刈り聞きたいんだけど、はい、このガクンとなるやつ、はいはいはい、がこうヘロの特徴なのかなと。ヘロは、まあ、自分もあのインドであの2回ばかりね、この部分ですね、この、はい、あのアブリタスニッフであの取材でやったことあるんですけど、はい、なんですかね、目開いてると案外普通なんですけど、うん、もう閉じたらもう、まあ、体も脱力で、うん、まあ、本当に気持ちいいんですよね、うん、なのでもうあの本当こういう感じになるし、もう重度の中毒者だと思うんで、もうそれを繰り返して体力もなくなっちゃってるから、うん、多分立ってることとかもままならずに快楽に身を任せてなってるっていう感じだと思います。この路上でこうなるの、うん、もう気にならないぐらいの感じで、もう多分入手してすぐやってるってことですよね。あ、そうだ、落ち着く場所に行くんじゃなくて、うん、路上でもうすぐ、はい、あともうなんつうか外の世界なんて関係ないんで、うん、もう自分の中はもう天国だから、うん、もうそれを味わうっていうだけだと思いますね。でこのね、あとすぐ後に、うん、後にここでねちょうど炙ってるんですよ。はいはいはい。これまさに今やってる最中でしょ。これ炙ってるの？鼻？鼻か炙りか、こういう感じで。なるほど。炙ってるとしたらまあブラウンシュガーみたいな。これ、ね、炙ってるかな。ああ、なるほど、ね、アルミ持ってると思う。はい、アルミ持って炙って、うん、じゃあ、うん、吸ってるんですね。そうそうそう。っていう感じなんですけど、うん、結構このヘロ自体っていうのは、うん、値段っていうのはそんなに高くないんですか？自分インドなんで、うん、ものすごい安かったですけど、うん、まあアメリカでも比較的安いですよね。そう思いますね、うん、底辺の人たちが買うから、はい、でね、それ気になったのが、うん、今日摂取の方法っていうのは、はい、炙りとか、うん、ポンプとかいろいろあると思うんですけど、はいはい、一般的には何なの？あ、やっぱりまあポンプがまあ最後はみんなそこに行きますよね、うん、はい、ただまあ日本の、うん、あのアイスとかもそうですけど、うん、そこまで行っちゃうのは怖いって人もいるから、うん、あとやっぱり病気のリスクとかもあるじゃないですか。あとそのリスクっていうことで言うと、はい、非常にこう、うん、リスクが高いってイメージだけが先行して、日本にいる我々のような一般の人間からするとね、はい、ヘロインってすごい遠くのものに感じるんですよ、はい、実際ハードルとして入手のないハードルや使用のハードル含めてハードル高いですか？国内ですか、うん、国内は自分見たことないですね、うん、話は聞いたことありますし、うん、国内で使用したって人も、うん、まあ何か知ってる、うん、でまた日本に密輸しようとして捕まった人も知ってますが、ただ少ない、日本ではやっぱり流行ってないですね、うん、合う合わないとある、まあ、国民性的にやっぱ日本人は働き者なんで、うん、なんかあんまりヘロっていう感じではないかなっていうのと、やっぱ需要が少ないんで値段も手に入るならやっぱグラムで5万とか10万とかになったりすると、うん、まあ、やっぱちょっと特殊なもんなんでっていうことだ。日本に入れるとなるとやっぱ値段結構跳ね上がるってことですね。やっぱりそうですね、うん、まあルートがどこかってことになりますけど、アフガンから持ってくるか、うん、じゃあミャンマーから持ってくるかだと思うんですけど、うん、まあどの道やっぱりそこそこ人を使って運び込まないといけないし、うん、まあ捕まってしまうとヘロはやっぱ重罪、非常に重いですから、うん、逮捕のリスクもあるってことで入んないですね。実際問題ですけど、うん、使用経験者からね、はい、比べて聞くっていうことはあんまないから、はい、リスク的にやっぱり使ってみた感想で高いですか、はい、リスクは。もうね、自分一応大体のものは、まあ、あらかた取材してきましたけども、うん、その中でもやっぱりヘロは最強にやばいと思いますね、うん、なんか草刈っていろいろ薬物言ってたけどさ、はい、私さ、その中、その比べた中でも抜群にやっぱりある、うん、やばいっすか？なんていうんですかね、まあ、使用すると、まあ、本当に、まあ、生きながら天国に行けるみたいな感じでよく言うんですけど、本当にもう超極楽なんですよね。うん、抜け加減っていうんですか、はい、抜け、まあ、どんくらいかかるんですか？まあ、だから使用して、まあ、3、4時間ぐらいは、まあ、量とかにもよりますけど、うん、まあ、その天国みたいな状況が続いて、これの時はまさにそういうことなんですか？おそらくそうだと思いますね、多分ね、うん、いい状況じゃないですか。これが何時間ぐらい続くんですか？まあ量によるんであれですけど、まあ2、3時間
じゃないですかね、うん、で続いてでその抜けるとシャキッとなれるんですか、はい、それとも結構抜け際がもう最悪で、うん、やっぱ物事ってプラスとマイナスがやっぱ釣り合うように大体なってるんで、うん、先に天国があればあとで同じだけ深い地獄が待ってるんですよね、うん、なのでもう抜け際はもうあのすごい二日酔いとインフルエンザが同時になった感じです。全く想像つかないですけど、とにかく苦しいってことは分かります、はい、まあ、インフルエンザになった時にめちゃめちゃ二日酔いになったってイメージするとなんか分かんないですけど、体も痛くて気持ち悪くて悪い妄想もすごい湧いてきて、うん、しかもそれが1回2回の経験でそうなんですよね。でさらにその状況で入れるとまた天国に行けるんで、あのどん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 このブリ幅を大きくしていって最終的には体力がなくなっていって本当に重度になるとやっぱやめてしまうとその辛さでショック死するって言われてるんで、あの海外ハーブリダクションだとメサドンとかの治療で徐々に緩和するっていうやり方をしてる、うん、そのぐらいきついと思いますね。なんかね、やっぱりこの現場で聞いた時もやっぱりその抜ける時がきつくてっていうので、あの行くこまた購入していくって、買ってその我慢できずにそのまんまって、うん、我慢できずにっていうかもうそのさっき草が言ってたようにあのそのまんまやっぱりその場でやっちゃう、はい、あのね、まだね意識というかあの、うん、考えられる力が残ってる人は安心できる場所まで来てやるけど、そうじゃない人はこうさっきあの路上でやってしまう、はい、でそういう人たちがやっぱりこうホームレスの人たちとニアリーイコールというか、うん、ほとんどそのホームレスの人はそういう風になることもあれば、そのままそこにいるからホームレスになることもあってっていうので、その辺もだから街の秩序としても、非常にこう維持管理しづらい状態になっているんですね。ホームレスだからそうなるじゃなくて、その本当は家ある人とかもいたりするんだよね、家出してきてそのままそこでみたいなとか、なるほどね、家出とは言わないか、そのまま帰りに来てそのままで1週間帰ってないとか、そういうこともありえるので、全然ありますよ、単純なホームレス支援プログラムとかそういう話じゃないわけですよ、うん、非常にだからこれ僕が見たあのバンクーバー街の中なんで、であの治安がねいい悪いで言うと悪いとは思うよ、でも、うん、普通の人たちが普通に歩くところなんですよ、はい、僕は問題はそこだと思ってて、あの要はあの区画としてね、うん、ここは、うん、あのハームリアクションのための、うん、特区ですみたいなしたとしても、やっぱりそこに出入りするというか通ったりする人たちいるし、近所の人たちもいるから、あの施設を作っても区画を決めてもなかなかあの難しいと思うんだよね。じゃあもっと隔離した場所に作ればいいのかっていうと、そんなところにこういう人たちは行かないんですよ。だから非常にこのねハームリダクションというものを、うん、実行するだけじゃなくて、あの維持することっていうのも大変だなっていうのはね、現場を見て思いました。ただ死なさないためには必要かなと、それは思いましたね。やっぱりね死んじゃうんですよね、うんうん、あとそうですね、やっぱり動けないんで、うん、まあ、投資もするし、やっぱ吐瀉物が喉詰まって亡くなってしまうケースも多いし、これ秋口だったか春先だったか、うん、秋口、まあ、長袖で済むぐらいの時期だからいいんだけど、あの雨が降って寒くなって、はい、そういう時期に来なかったら、うん、路上で生活したら死にますからね、本当にね。でしかも今コロナ蔓延してるから、うん、あの普通の状況でもまた違いますから、うん、麻薬中毒者をすぐ助けるためにパッと近づくっていうこともね、なかなか難しかったりするので、ね、そういう意味では、うん、非常に難しい局面に立たされてますね、うん、単なる支援っていうことも、でこの辺は全部ヘロであってフェンタニルじゃないんですか。ね、そこを線引きする人は少ないですよ、うん、あ、もう同じ、オピノイドとしては同じなんですか。オピオイドの代替品として使われたりもしてるんで、うんうん、入り混ざってちゃってるし、うんうんうん、そのミックスしてる人もいたんですよ。びっくりしましたから、それそこ混ぜるんだって、うん、っていうこともあるんで、こうだからこうとか、自分が知ってる事例がこうだからこうみたいなことはやっぱりね当てはめづらいんですよね、うんうん、ここってその日々変わってくし、うん、僕が取材した時とまたこの状況も違うでしょうから、うんうん、だからね、麻薬はもちろん良くないですけど、でも一回手出してしまったりとか
中毒になったらじゃあ死ねってことにもならないわけで、そう、ね、うん、助けられるなら助けたいわけですから、でも助けるには非常に難しい、それが今の現状かなと。なんかもう一個聞きたいんですけど、はい、このダウナーとアッパーとかは、うん、そのストリートで共存とかしてるんですか？してますよ、うん、だって下げてあげてる、そういうことだよね、はい、ダウナーだけだと落ちすぎるんで、うんうん、ちょうどよくするためにアッパーを同時に打つっていうのを目の前 で、ね、はい、やってたりもするんで、うん、はっきり言いますよ、もう誤解を恐れてはっきり言いますけど、うんうん、ここ取材してるとき僕何が何だかよく分かんなくなりました本当に、うん、今何やってんのこの人たちっていうのが正直、うんうん、全然分かんない、もう下がってるけど上がってるしなみたいなのとか、いやいや、それ今やったら俺の目の前で死ぬかもしんないよねぐらいの量を、致死量みたいなのをガンガン打ち込んだりとかしてるんですよ、もうわっきゃ分かんなくなっちゃって、でその人たちに言われたのは甘いものの食べ過ぎは良くないとか言われて、そのいや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 とか思うじゃないですか、だからその、ね、うん、そうそう、シュガーハイが一番やばいんだとかいろいろ説教されたりするんですよ、なんか、うん、本当によくわけわかんないですよね、まあ、でもやっぱジャンキーは内面の世界のみなんで、だから外から見せたら人の悩みは分かんないから、だから草川は分かるかもしれないけどね、だから俺はね、俺はやっぱりそういう感じじゃないですから、行ってみたものを描写しようと思うんで、すごく理解が及ばないというか、うん、理解しようと思わないで見たものをそのまま記録したり覚えておこうとは思いましたけどね、うんうん、まあ、正直こう仇の人間というか薬物的な意味の仇の人間が行ってどうにかなるような場所ではないね、なんないと思います、うんうん、と思いました、うん、だから久々にそのフィラデルフィアの動画を見て、うんうんうん、そんなことを思ったということで、ヘロインの恐ろしさを、ヘロの恐ろしさをね、ちょっと皆さんにお届けできたらなと思ってちょっとこう撮ってみました、はい、ということで、どうもありがとうございます、ご視聴いただきありがとうございました、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。